ルーベルのサインジャン・フランソワ・ルーベル。1747年10月6日1807年11月24日は、フランスの弁護士、外交官、政治家。1747年10月6日、ルーベルはコルマールに生まれた。弁護士となった、彼はコルマール・セレスタ・カンカツ区の第三身分として1789年の三部会に選出された。 憲法制定国民議会で行われたルーベルの演説は彼の法律知識と待望生活が強く反映されたものであった。彼は聖職者民事基本法に賛成の立場を示したが一方でユダヤ人に対する人権宣言には反対した。バレンヌ逃亡事件後の1791年7月、ジャコバン派を去りフイアン派に加入した。立法議会や インハウスローヤーを経て、1792年、フランス第一共和制の国民公会に当選した。1794年12月6日から21日までの約2週間国民公会議長を務めている。ルーベルは、マクシミリアン・ロベスピエールによるジャコバン派独裁を終わらせたテルミドールのクーデターに参加した。その後再編された、公安委員会及び保安委員会に加わった。 1795年前半には、バタビア共和国との講和交渉をしていた、エマニュエル・ジョゼフ・シエエスの後押しをしている。1795年11月、総裁政府総裁に選出された、ルーベルは、総裁に就任、元老会にも加盟した。彼は、議会から、応答派を排除するため、フリュクティドール18日のクーデターを引き起こし、成功した。 ネーデルラント併合やスイス侵攻によるヘルベティア共和国樹立などにも関わったが、1799年の選挙で総裁の身を引き、公認には CAS がついた。ブルメールのクーデターでナポレオン・ボナパルトが台頭すると、ルーベルは政界から完全に引退し、1807年11月24日にコルマールで死去した。ありがとうございます。